今日やった。この人がね、別荘団の地面から出てる土塔石、土塔というんですけど、それをね、見て、でこの人は甲府ですからね、それを見て、あ、これは甲府がどうのこうのか分かって、で、この人はね、立川甲府が出ないんですね。だからこういうね、水府が、この小さい府、別に言う、手動ポンプですか、これで、こつないでいくわけです。これがね、深くなっていくと、こういう人間がたくさんいるから、採算性が悪い。浅いことにね。ほんで、ここ一日の疲れを癒すためにね、こういう場所があるんです、今でも、観光のところに。この風呂があって、鉱石、昔はね、鉱石は住友、でね、今日は銅鉱石なんかに硫黄がたくさん含まれているって話しましたよね。あれ、公害のもとになるんで、一番向こうはね、その硫黄が熱を加えて燃えるんですね。だから熱を加えるためにね、銅鉱石と薪と銅鉱石、多賀次元銅で並べて、で石のね、石が、これで、13年から13年は、石が運んでいた今があるんだよ。